こんにちは、翔太です。今回なんですけど、新しく来たですね、泉式部、性能見ていこうかなと思います。まあこちらなんですけど、まあ率直に言うと、まあ耐久型のバッファーですねっていう感じの性能になったんじゃないかなというふうには思います。まあどっちかっていうと、まあ高火力なキャラクターを伸ばしていくというよりは、守りのキャラクターを伸ばしていくようなキャラクターになりますね。でまず奥義なんですけど3つあります。まあ、まず、紫式部、清少納言、泉式部で HP4% と防御力レベル ×20 で、泉式部、学神、細分岐、東博で攻撃力 4%、 砲術改心 4% で、泉式部、劉備、馬頭、馬長で体力レベル ×20HP3% と、まあ奥義3つあるのはコンプのしている方からすると優秀なキャラクターになるんじゃないかなというふうには思いますね。まあこれだけで、取るって方もいるのかなとは思うんですけど、まあちょっと MR のキャラクターがかなり多く絡むような奥義になっているので、まあなかなかですね、まあ積極的に開いていくのは難しい奥義たちなんじゃないかなとは思います。奥義のために取る必要はないですね。それでは今回の目次になるんですけど、パッシブ3、まあ特殊っちゃ特殊なんで、先にパッシブ3の性能について話して、その次にスキル1、スキル2、パッシブ、最後にまとめをやっていこうと思います。まずはパッシブ3です。禁断の関係、なんかちょっと怪しいな。まず自身の状態性が 75% 増加で、自身が撃破された時1回のみ復活可能、1回のみです。で、復活後 40% の HP を回復、4ターンの間自身が影光聖護になって、残り MP の40倍のダメージを吸収、受けるダメージが、まあ、30から60って書いてありますけど、復活したタイミングだと、40% の HP なので、48% のですね、ダメージカットになるかなと思います。で、そして2ターンの間自身と隣の味方が玉壁状態になる。で、この玉壁っていうのがですね、まあ、祝福の、白バフ版、祝福のまあ火力アップがなくなった、まあ、ダメージの無効化性能だけ残った白バフ版ですね。まあ、祝福と比べると火力の増加っていうところがないので、ちょっと微妙なところはあるんですけど、まあ、一応白バフなので剥がされないっていう風なメリットはあります。まあ、2回ですね、攻撃を耐えてくれる、まあ、自分と両隣2回ずつなんで、まあ、合計6回、耐えてくれるような、まあ、壁になるという風なものになりますね。強みとしては状態上耐性がついている。で、1回のみ復活できる。で、復活後に影光に入ることができる。で、さらにですね、自身と両隣のキャラクターを極壁にすることでダメージを無効化することも可能です。弱みとしてはですね、まあ、ダメージ無効化というとですね、聞こえはいいんですけど、まあ、結局ですね、2回しか無効化してくれないので、まあ育成、まあでも互角戦までしないといけないしな、まあ、育成してなくても、まあ、複数回、まあ、周りの味方も加えると、まあ、6回、攻撃を耐えてくれるような、まあ、壁を張ってくれるっていう点では、まあ、いいのかもしれないですけど、まあ、正直微妙かなと思いました。まあ、この性能で複数回復活だったら、おおって思いましたね、正直。すげえって思ったんですけど、1回のみなんで、まあ、復活回数が少なくてですね、自身の耐久性も正直そんなに期待はできないです。まあ影光を張っているとはいえですね、あの HP が固定化されてしまうので、まあ、何やかんや 50% ダメージカットぐらいの性能しか持たないん で、しかもこの影光があのダメージ吸収終わってしまうと、その耐久性っていうのもなくなってしまうので、まあ、正直期待はできないと思います。で、状態上耐性もですね、75ってちょっとどこを目指してるのかな。 65% 状態性無視のキャラクターにしか刺さらないような、性能になっていてですね、あのまあ、スキルとかで状態性無視すると基本 100% ダメージ、状態性無視してくるキャラクター、このキャラクターもなんですけど、がほとんどの中でですね、75% 状態性ついてもっていう風な感じです。これだったらもうなくてもよかったですね、正直。75ぐらいなら、もう130、40% ぐらいあるならついていてもいいかなと思うんですけど、75ならもう別のものがあってほしかったなとは思います。まあ、別のものって言ってもあまり思いつかないんですけど、まあ、状態、いや、思いつかないな。ちょっとこのキャラクターなんやかんや、パッシブの種類は優秀で、あの、火力の出るキャラクターじゃないんですけど、貫通とかもついてなくって、あまり無駄がないんで、まあ、他に何つけるかって言われると、ちょっと思いつかないところもあるんですけど、まあ、状態性が 150% とかでもよかったかなとは正直思いますね。
続いてスキル1の性能になります。4ターンの間自身が自走生後になって、命中された時自身攻撃力 100% の HP を回復、そして自身と体力値が最も高い隣の味方が、自身 HP 上限の 30% の HP を回復、毎回回復前、味方の異常状態を全て解除し4ターンの間諸行と眼界生後状態にして防御力 150% 増加、 HP 最大回復率を 5% 増加、自身の残り HP が 50% より低い場合、命中されたとき受けるダメージが自身 HP 上限の 20% を超えないと。なここまでですね、かなりの、抗耐久をですね味方に付与できるかなと思いますね。で毎回回復後、回復量が味方の HP 減少分を、上回る場合、4ターンの間その味方を結成生後にして上回る分のダメージを吸収と、まあ影光ではないんですけど、結成生後っていう風な形でですね、他のキャラクターの HP もまあ底上げしていくっていう風な使い方ができるかなと思います。まあただ注意が必要なのは、自身にはこれら付与できるんですけど、両隣のキャラクターのうち体力値が高い方のキャラクターにですね、眼界であったり諸行、まあ、結成もかこのあたりは付与できされるようなものになるので、まあ、ある程度狙っていく必要があるかなとは思います。まあスタメンで置くと、狙っていくことはできるんですけど、まあでもこのキャラクターの耐久性が低いんでちょっとって感じではありますね。まあでも応援出しで出しちゃうと、まあ誰につくかわからない、まあ誰についてもいいような使い方をしているなら別にいいんですけど、両隣どっちも応援キャラクターの中出てきてしまうとか、そういった状態になるとちょっと悲しいことになると思うので、まあそこはですね、注意が必要かなと思いました。で自走生後っていうのはですね、命中された時、残りターン数4ターン最初付与されてるんですけど、1ターン消費してダメージを無視します。まあこれもターンでダメージ無効化の生後状態になります。で自身の攻撃力の N パー分の HP を回復して、そして残り HP パーセンテージが最も低いかつ、自走生後状態ではない味方に残りターン数を移す。で、まあ、祝福の後で判断されて最大4ターンですね、最大ターン使うことができる。なんで、まあ、これも一応4回攻撃を耐えてくれるような生後状態になる。で、諸行がですね、生後状態が自身の残り自身の HP 上限より低い敵に解除されなくなるようなものになっているので、まあ、これはですね、まあ、狙ってつけることができるっていうところは、まあ、スキル1だけで見ると強力なんじゃないかなとは個人的には思いますね。強みとしては耐久性能性、耐久系の生後状態ですね、3つも付与することが可能です。でさらに諸行によって生後解除対策もできると。まあで体力値が高い、味方に、まあ両隣のうちですけど、つくので、まあ一応ですね、まあ狙っていった方がいいですね。まあ一応体力 HP が高くなりそうなキャラクターに諸行をつけることができるので強力です。弱みとしてはですね、泉式部自身はですね、一度復活してからこのスキルを発動しないと、まあいろいろ噛み合わないんですよね。結局諸行とか付与したとしてもですね、復活したタイミングで剥がれてしまうので、まあこれだったら致命ダメージ無視が良かったな。諸行と影光を組み合わせたいんですよ。でそうしようと思うとスタメンに出して、なおかつこのキャラクターがスキル1を打つ前に一度復活する必要があるというところがあるので、まあちょっとかなり使いにくいなというふうには思いました。で、まあ耐久性の観点からやっぱりそういったところが難しいと思います。で強力なバッファーだと個人的には思っているんですけど、まあ複数名に付与できるわけではなく、あくまで、でまあ、しかも体力値が最も高い味方なら良かったんですけど、その中にさない隣の味方になっているんで、非常にですね効果対象っていうのが使いにくいなと思いましたね。ちょっとかなり難しいキャラクターだと思います。続いてスキル2です。まあこっちは攻撃していくようなものになるんですけど、まあ、正直火力はあまり期待しないでいいかなと思います。4ターンの間自身と体力値が最も高い隣の味方が七星生後になる。ちょっとこれは体力値高くなくてもよかったんじゃないかなとは思うんですけど、で七星生後ですね、会心率と攻撃力が 15%× 七星生後の残りターン数増加で、メインステータスも 10%× 七星生後の残りターン数増加する。で敵を8回攻撃で優先的に虚弱罪悪ではない敵を選びます。800% の砲術ダメージ、攻撃力の 60%、知力値の6倍のダメージが入ると。まあ、これちょっと七星生後に入るんで、ちょっと低めに設定されてるのかなというふうに個人的には感じております。で、毎回攻撃前、敵が虚弱状態の場合、ダメージが倍になる。
で、敵が虚弱状態ではない場合は攻撃 500% の確率で4ターンの間、結構長いですね。その敵を虚弱罪悪にして攻撃力と筋力、知力、敏捷ダメージを 50% 減少と。で、自身の知力値が敵より高い場合、敵の状態上耐性を 100% 無視で、このキャラクター知力そんなに高いキャラクターではないんですけど、まあ、このスキルを打つ段階では七天聖護に入っているので、まあ、そういった意味ではあの知力値比較的、まあ、帰国士以外には勝っていけるキャラクターになっているのかなというふうには思います。で、全ての攻撃後4ターンの間味方6名を帰国聖護かなにすると。で、まあ、これが一応知力値の 3.5 倍分の攻撃力ダメージをカットと。まあ一応攻撃力ダメージカットの中ではかなり高い部類になるのかなと思います。ダメージとしては 6400% と知力値の48倍、攻撃力の 480% で、倍になると 12800% と知力値の96倍、攻撃力の 960% で、まあ七星聖護になってるんで、まあ攻撃力も 1.6 倍になっているし、回心率も出やす、まあ回心も出やすいので、まあ実際はですね、これこの火力の1.6 倍 ×1.5 倍、 2.4 倍ぐらいは出していける可能性はあるかなというふうに思いますね。まあそこまでいくとちょっと高いような気もしますけど、まあでもこのキャラクター自身の火力はそんなに期待できないです。貫通のパッシブも一切ないので、強みとしては七星聖護に入ることができるので、まあ安定した火力にはなる、まあ底上げされているので安定した火力にはなるかなと思います。で、まあ一番強いのは敵全体にほぼ確実に虚弱をばらまくことができる、ここかなというふうには思いますね。まあモーガンもいるんで、まあ、モーガン持ってる方はあまり魅力ないかもしれないですけど、まああとこれスキル2だからなうん。まあ弱みとしては七星の効果範囲ですね。七星なんかちょっと今日あの強いものだと思われてるんですかね。まあ強いことは強いんですけど、なかなか効果対象が増えてくれないですね。まあスキル2で打つのはちょっとタイミングがそもそも難しいなというふうに思ってます。虚弱に関しても同様ですね。スキル2でばらまいても、まあスキル2でばらまくか、スキル1、モーガンのスキル1でばらまいて、で致命ダメージ無視とか復活とかで一度剥がれたところにスキル、このキャラクターのスキル2でさらに虚弱にしていくっていう風な使い方はありかなとは思います。まあ、ただこのキャラ自身のですね、耐久性っていうのはあまりないので、まあ、スキル1が上振れて、まあ結構硬い耐久性を確保した上でならなんとかスキル打つことができるかもしれないんですけど、なかなかちょっと難しいかなというふうには思ってます。続いてパッシブです。攻撃力 58%、 命中値レベルかける380で HP 58%、 防御力レベルかける300、知力値の2倍分筋力ダメージをカットで、パッシブ3があって MP4 レベルかける420、体力値レベルかける420、知力値の3倍攻撃力ダメージをカットで、MR 武器が知力値レベルかける280、攻撃力 21%、 会心値レベルかける300、UR 戦武器が知力値レベル ×260、攻撃力 19%、 会心値レベル ×280 となっています。まあ、強みとしては、まあ、このキャラが活躍する上で必要なパッシブは揃っているかなというふうには思います。貫通とか、ないところはちょっと気になりはするんですけど、別にこのキャラで火力出すかって言われると多分出すことはないと思うので全く問題ないと思います。で、弱みとしては状態上耐性ですね。ここせっかくあるならもうちょっともう2倍でも 150% でいいんで、いやちょっと欲張りすぎかな。あのまあ高くあってほしかったですね。100% 以下って正直あってもなくても、まあちょっとは恩恵ありますけど、ちょっとなんですよね。まあちょっとそこは非常に残念です。最後にまとめです。戦役ボスですね、七星はあるんで、まあ、一応火力パッシブとしては使えるんですけど、スキル2っていうところが非常に遅いかなというふうに思いますので、まあ、使いにくいですね。まだ検定の方が使いやすいかなと思います。まあ、検定が MR 化したら確実にそこの七星っていう役割は検定に変わるかなというふうに思いますね。闘技場に関しては一応ダメージ無効化を、まあ、スキル1打ってばあのばらまくって言い方はちょっと良くないかもしれないですけど、まあ、2名このキャラクターともう1名にですね、付与することができるので、まあ、そこは強いかなと思います。城に関しては別にこのキャラクター攻撃していくような、スキル位置してないので、まあ、あのアタッカーとしては使えないと思います。強みとしては
まあ、一部の味方に強力な待機を付与することができるっていうところは強力だと素直に思います。弱みとしてはバッファーとしての効果範囲の狭さっていうのはかなり感じます。あとこのキャラ自身の耐久性もかなり低いものになっているので、まあ、うまくですねバフを回せないかなというふうには思いました。まとめは見た目は最高なんで、まあ、ぜひ撮っていただけたらなというふうに思います。これで今回の動画は以上にしようと思うので、これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録、メンバーシップの登録よろしくお願いいたします。